今日中島選手とかね、中島拓也選手っているじゃないですか。とかもう本当に終わった後メールくれて、うん、なんかすごいあっという間に2時間終わってすごい楽しかったですみたいな、なんかそういうメールをくれたりして、本当に中島選手ほら年俸も一番高い、選手だから、その選手が一番前で、本当にずっと俺のに質問くれたりとかしながら、リードして、話をこう、進めて、自分でも動いてくれててしてたんで、なんかすごい、若い選手たちもそれに引っ張られて、すごいこう、精力的にこう話を聞いてくれたんで、ああいうチームリーダーみたいな人がいると、いいなと思いましたね。ありがたかったです。